中に5万振り込んで。いい、今日中よ。遅れたら許さないんだから。え？振り込んだらすぐに連絡ちょうだいね。ちょっと待ってよ、お母さん。5万って急にどうしたの？今月の仕送りならもう送ってあるはずでしょ。あんなしょぼい仕送りじゃ足りないから連絡してるんでしょ。ごちゃごちゃ言ってないで早く振り込みなさい。いや、足りないわけないでしょ。こっちは月に10枚も仕送りしているのよ。また無計画に大きな買い物でもしたんでしょう。お願いだから無駄遣いをやめてっていつも言ってるよね。ああ？たかが10万ごときで何言ってるのよ。こんなの全然足りないに決まってるでしょうが、このバカ娘め。あんたの仕送りなんて、質素契約していても全然足りないのよ。え？それをたった10万ごときの仕送りで何を言ってるのかしら。あんたのはした金みたいな仕送りじゃ、毎月カツカツだっつーの。はした金ってそんな、10万なんてそこそこの金額じゃない。それを仕送りしてもらっておいて。何よその言い方は。お母さんがパートだけじゃ足りないって言うから。だから私なりに頑張って仕送りしているのよ。そんなに足りないって言うなら自分で働いてよ。ああ、嫌だね。こんな娘は。たかが10万ごときで恩を売るような言い方をするなんて。弟よりも低い仕送りのくせに。姉として恥ずかしくないのかしら。え、弟より？それってどういうこと？実はね、コウスケの就職がついに決まったのよ。あの子今度の春から、あのグーグルで働くのよ。え、弟のコウスケあのグーグルに？それ本当なの？本当に決まっているでしょ？だってコウスケは私の自慢の息子なんだから。入社早々年収なんてあなたの数倍よ。そしたら仕送りを月30万もくれるって言うんだから。そんなに？すごい、さすがグーグルね。ああ？あんた何感心してんのよ。あれのくせに弟のコウスケに負けて悔しくないの？あんたよりも年下の弟が一瞬で姉の年収を越したのよ。ここは姉の威厳として弟以上の仕送りを約束するところでしょうが。え？だって弟以上ってことは。最低月30万の仕送りにあんたも変更をね。年下の弟でもできるんだもの。姉なら余裕でしょ？いや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 、そんなの無理だから。月10万でも払ってる方なのに、そこからさらに月30万って、さすがにそれは払えないよ。はぁ？じゃああんたは弟以下でもいいってこと？コウスケはお母さんのために仕送りを頑張ってくれるって言ってるのに。姉は何も頑張らないってわけ？可愛い弟に全部丸投げするっていうの？そもそもお母さんが節約しないのが悪いんじゃん。パートでもやって、娘から月10万の仕送りもあるんだよ。しかも、私は高卒で働いてから、10年間も毎月ずっと仕送りし続けてきたの。普通に暮らしていたら余裕に足りるはずじゃない。なのに帰省するたびにブランド品のバッグが増えてるし、好きなものを好きな時に買って何が悪いのよ。お母さんは女手一つであなたたちを育ててきたのよ。お父さんが病気で亡くなってからずーっと一人で。そんなお母さんにはちょっとの贅沢もさせないっていうの？そこまでは言ってないじゃん。ただちょっと限度があるっていうか、できれば私の仕送りだけで何とかしてほしいっていうか。ふざけんじゃないわよ、このバカ娘。本来ならあんたから仕送り増額を言い出すべきなのよ。なのにそんなこともしない上に、親の金遣いにケチつけるなんて。たかが10万ごときのでかい顔してんじゃないわよ、このろくでなし。そんな、バカ娘にろくでなし。私なりに頑張ってるのに、さすがにそんな言い方は気分がないるよ。あんたの気分なんてどうでもいいわよ。子供なら母親の気分を大事にしなさいよ。もうお母さんにはついていけないよ。悪いけど仕送りは増額どころかもう中止にさせて。私これ以上お母さんにお金を渡したくない。仕送りに感謝もないような人に大事な給料の一部を渡したくないよ。何が感謝よ。本来はあんたが親に感謝して仕送りするものなのよ。今まで育ててくれてありがとう。少しは楽に生活してってな。10万程度で調子に乗るな。自慢の息子はその数倍を仕送りしてくれるんだからね。じゃあ仕送りやめるわ。勝手にしな。もういい。こっちだってあんたの仕送りなんてもう必要ないわ。その分自慢の息子は私にお金をくれるからね。もう二度とあんたの顔なんて見たくもない。親に感謝の仕送りすらしない娘はとっとと消えな。
コスケ、これからはあなたがお母さんの面倒を見てあげて。私もお母さんと縁を切ったから、私の代わりに月30万の仕送りよろしくね。え、ちょっと待って、急に何？縁を切ったってどういうこと？お母さんと喧嘩でもしたの？ああ、そういう感じかしら。喧嘩を通り越して絶縁することになったけどね。母さんから聞いたわよ。コスケはこれから月30万も家に入れてあげるんだってね。だからもう私の仕送りは必要ないみたい。今後は一切仕送りしないから、コスケはお母さんを支えてあげてね。嘘だろ、そんなの俺には無理だよ。何言ってるのよ。あんたはあの天下のグーグルに採用されたんでしょ？私の数倍の年収になるみたいだし、月30万なんて余裕でしょ？いや、何言ってんだよ姉ちゃん。俺が一流企業のグーグルに受かるわけないだろ。それぐらい姉ちゃんなら適当な嘘だってわかるだろ。やっぱり嘘か。最初からおかしいと思っていたのよね。あんたは二浪の上に、結局地元の次第に入ったし、大学でも留年を一回、そして今は卒業後も内定をゲットできずに就活浪人2年目。そんなあんたがグーグルに受かるなんて思えないわ。じゃあなんで母さんの話を信じたんだよ。私はお母さんに話を合わせただけだよ。お母さんは息子のコウスケは大好きだからね。コウスケが一流企業に入れるわけないって指摘しても、どうせ面倒なことになるだけだもの。それよりもどうしてそんな嘘をついたの？こんなくだらない嘘をついて一体何がしたいのよ。何って決まってるだろ。このままニートになりたかったんだよ。はい？大学卒業してもう2年目。さすがに母さんの口もうるさくなってきたんだよ。就職先はまだか、そろそろ一流企業に決まるんじゃないのかって。だからそのついグーグルに受かったよって。ついじゃないでしょ、そんなくだらない嘘ついて。どうせすぐバレるのに何やってるのよ。だからバレないようにうまくやるんじゃ。とりあえず就活が決まったことにして、月30万家に入れてあげるって約束するだろ。そしたら母さんに言ってやるんだ。弟の俺でも月30万出すんだし、姉でも出さなきゃダメだろって。は？でその気になった母さんが姉ちゃんに仕送り増額を頼むだろ。そして全てがうまくいったタイミングで俺は母さんに打ち明けるんだ。この不況でいきなり内定取り消しになっちゃったって。そしたら俺はそのままニート続行な上に、姉ちゃんこれは月30万の仕送りもゲット。どう？完璧なニート計画だろ。呆れて言葉が出ないわ。あんたそれ本気でその通りになると思ったの？思ったよ。だから母さんにグーグルに受かったって言ったんじゃん。なのにまさか姉ちゃんと母さんが絶縁するとは思わなかったよ。どうしてくれるんだよ。仕送り増額どころかゼロになるし、俺のニート計画が大崩壊だよ。んなもん知るか。私はもう何もしないからね。お母さんとの絶縁は取り消すつもりはないし、10年間毎月仕送りしていた10万円も今後は一切払いません。そんな、お母さんのこと頼んだわよ。それじゃあね。あ、ちょっとねえな。絶縁は取り消しよ。今すぐ今月分の仕送り送りなさい。はぁ？コウスケの内定が取り消されたのよ。ここ最近の不況と円安ドル高で内定取り消し、せっかくの一流企業への内定が全部パーになったのよ。それコウスケがそう言っていたの？そうよ。かわいそうにコウスケったら、もう丸2年も就活を一生懸命頑張ったのに、それでようやく一流企業内定を掴んだのに、なのにこんな形で全部なかったことにされるなんて。コウスケったら悔しくて仕方がないって目を真っ赤にして泣いてるの。ああ、目を真っ赤にね。そのせいでこれからの月30万の仕送りの予定も全部白紙。だからねえな、あんた全部言わなくてもわかるわよね。あなたは優しい子だし、お母さんたちを見捨てるようなことしないわよね。またこれからも毎月仕送りしてくれるはずよね。送るわけないでしょ。あんたたちはもう1円も払わないんだからね。え？雪はもう終わりだよね。それじゃあさようなら。私仕事が忙しいんだよね。待ちなさいよ、レイナ。あんた、お母さんと弟を見捨てるっていうの？本当にもう仕送りはしないつもりなの？そうだよ。だって私とお母さん絶縁したじゃない。どうして縁を切った人の生活を私が面倒見ないといけないのよ。だから、絶縁は取り下げるって言ってるじゃない。あんなのはつい勢いで言っただけ。母親が子供と本気で縁を切るわけないじゃない。そうなんだ。
でも私は本気だから。え？大手連絡してきてももう遅いんだよ。あんたはこれから一生大好きな息子だけを頼りに生きていきな。二浪一流、さらに就活浪人2年目、これだけ自由にさせているんだもん。きっと恩返ししてくれるはずだよ。恩返しならあんたがしてくれてもいいじゃない。女手一つで必死に育ててあげたのよ。そんなお母さんにまた苦労をかけさせたいの？育ててくれた恩返しね。そもそも子育てって親の義務だよね。何が何でも親は子供に健康な生活を送らせないといけないの。子供が自主的に恩を感じるのはいいとして、親が強制的に恩義を迫るのはちょっとおかしいんじゃないかな。なんですって？じゃあ何よ、親は苦労して当然だっていうの？子育ては本当に大変なのよ。もちろん大変だと思うし、それなりの苦労はしてきたと思う。でもそんなに言うほどかな。お母さん、私のことなんていつも放置していたじゃん。大好きなコウスケが熱を出せば有給取って看病するけど、私が熱を出した時はものすごく面倒そうな顔していたよね。で、いつもカップ麺だけを置いて仕事に出かけていたよね。そうだったかしら。そうだよ。そして私が大学に行きたいって言った時も、コウスケの楽器を奪うなって強制的に高卒だったよね。いつもいつも私にはどこかでもらってきたお下がりの服、でも出来合いのコウスケには新品のブランド服、金も愛情もかけてない私の子育てってそんなに大変だったかな。それでもたった一人の母親だと思って仕送りは続けてきた。でもそれをもういらないって言ったのはお母さん自身だよ。今更連絡してきてももう遅いんだから。待ってよ。そんな冷たいこと言わないで。そりゃ私だってこんなこと頼みたくないけど、でもコウスケの内定が取り消しになったんだから仕方がないじゃない。ここはみんな、家族みんなで一致団結して協力するときよ。あのさ、一旦コウスケにちゃんと聞いてみなよ。私が本人から聞いた話じゃ、そもそも就活なんてしていないって言ってたんだけど。え？就活をしていない？息子を溺愛するのもいいけど、少しは自分の息子が周りと比べてどんな息子なのか冷静に見てみなよ。二浪一流に就活浪人という名の無職2年目、これでよく Google に入れると思うよね。それじゃあ本当に仕事が忙しいからじゃあね。ふざけんなこのバカ姉貴、よくも俺の極秘ニート計画を母さんにバラしたな。そのせいで母さんがブチギレだぞ。しかもついに俺をぶん殴った。今まで一度も手を挙げられたことはなかったのに。うわ、いきなりバイオレンス。まあでも仕方がないよね。仕送りもなくなって大好きな息子に裏切られて、そりゃぶん殴りたくなるほど怒っちゃうよ。どうかお母さんの気持ちを分かってあげて。じゃあ俺の気持ちは誰が分かってくれるんだよ。人生で初めてぶん殴られた上に荷物ごと追い出されたんだぞ。え？お母さんが出来合いのコウスケを追い出したの？もうこれ以上ニートなんて許さないって。秘書人給30万の会社に入るまでは二度と帰ってくるなって。うわぁ。どうしよう姉ちゃん、そんなところに俺が就職できるわけないじゃん。なのに母さんたら、コウスケならできる、信じてるからって。なあ頼むよ姉ちゃん、俺のことなんとか助けてくれないかな。姉ちゃんと同じ会社でいいから、これで俺のことを入れてくれない？そんでもってできれば初任給を30万にしてほしいんだけど。できるわけねえだろこのカス男。あんたなんて1円ですら雇いたくないっつうの。そんな、これもいい機会よ。親と姉に余ったれる生活から卒業しな。ちょっとレナ、これ一体どういうこと？あんた大企業で働いてるって本当なの？親戚から電話が来たわよ。あんたが雑誌に特集されているって、大企業で部長なんてやってるみたいじゃない。ああ、ついにバレちゃいましたか。バレたって何よ。なんでこんなすごいこと、早くお母さんに言わないの。つまり大企業のエリートってことよね。そんな大層なものじゃないですよ。同期じゃもっと上に昇進した人だっていますし、私はただ新規事業の部署を任されて、それがたまたまうまくいっただけ。雑誌の特集もただの偶然です。でも大企業の役職好きなんて起きるはいいわよね。まあそれは確かにそうでしょうか。年収は1000万の大台を突破したし。もう
なんて素敵なの。レーナ、今すぐ実家に戻ってきてらっしゃい。きっと毎日忙しくて家のことなんてやってられないでしょ。お母さんが全部サポートしてあげるわ。はあ、コウスケのことはもうとっくの前に追い出したからね。今までのことを謝るから、これからは女二人で一緒に暮らしましょうね。それもいいわよね。お母さんと仲良く暮らせるなんてあんただって嬉しいわよね。すみませんが、どちら様でしょうか。え、私家族と絶縁したんです。なので私には母も弟もいないんですよね。え、なのでお母さんだなんてやめていただけないでしょうか。あ、ちょっと母親に対してさすがにそれはひどいんじゃないの。絶縁しても何をしても私はあなたの母親でしょ。それにさっきから他人行儀みたいな敬語だし、気持ち悪いから敬語なんてやめてちょうだい。私に母はもういません。もう事故か何かで亡くなったと思うことにしているんです。え、私は家族すらいない一人身として暮らしていく予定です。家のことくらい一人でできますし、家政婦もサポート役も必要ありません。ではこれで失礼しますね。私は念のために住所もスマホも変えて悠々自適に一人で楽しく暮らしています。親族にはすでに根回しをお願いしておりますし、母は私に隠れて親戚にもお金の無心をしていたらしく、縁を切って大正解よ。あんな母親からはとっとと逃げなさいと逆に応援をしていただきました。そしてその後の母は、今は親戚への借金返済、そして日々の生活費のためにパートを増やして真面目に働いているそうです。ちなみに弟のコウスケはというと、こちらも同じように生活のためにようやくアルバイトを始めたんだとか。ただどこも長く続かないようで、こちらもいろんなところから借金をし始めていると聞いています。母と弟を反面教師にし、私は誰にも迷惑をかけず頑張って生きていこうと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。